ターの角ひなた、昨年の開幕戦でね、この SS クラスで見事チャンピオン、受験明けのね、ブランクがある中でのチャンピオン、優勝を取ったドライバーですから、さあその角ひなたが見せてくれるのか、ヤマハ SS クラス AC のレッドシグナルが、ここはもう一周、ここはもう一周、やり直し、スタートはやり直しとなりました。ちょっと全体的にペースが速いでしょうか。ひなたもね、全日本で、頑張って戦っているドライバーであります。さあその角ひなたがフロントローに並びました。3番手グリッドの田中裕樹はここは空きポジションとなります。さあ狙っていくか、岡田雅人隊列がコリドーラインから立ち上がってまいりまして、ヤマハ SS の AC レッドシグナルはブラスタート、レッドスタート。さあ鈴木俊哉が先頭後ろを見ながら取っていきます。角ひなたが来るか、角ひなた来るか、これはいかない、いけなかった、あーアウトボール、岡田雅人が飛んでしまった。岡田雅人がずりずりと後方に下がっていく、6番手まで下がったか。さあ先頭は鈴木俊哉、変わらず2番手角ひなた、3番手にはこれ沢かな、沢が3番手に上がっているように見える。さあ沢龍之介が3番手、さすがの沢か、沢をね身体調査キット、最近はいつもメカとしてサポートとして来ております。さあその沢龍之介が久々の SS クラス参戦、その沢が目の前の現役ドライバー2人に対してどんな走りを見せてくれるのか。さあ角ひなたが1コーナー狙っていく、角ひなたが先頭に躍り出る、角ひなたが先頭、2番手鈴木時矢かな、どうかちょっと見えないが、そしてこのトップ3台がワンセットとなった中にもう一台加わってきたのはこれ山下優でしょう。さあ山下優が来ました、山下優、さあ侍山下優がとうとう上がってまいりました。トップ争いに加わっていく。さあ山下優は2021年のチャンピオンですね。その2021年の SS クラスチャンピオン山下、あーっとちょっとほらこれぶつかったが、これはなんとか大丈夫、耐えました。さあこれで先頭は角ひなた、2番手が鈴木俊哉、3番手が沢龍之介、そして4番手山下優のこのオーダー、ちょっと先頭の2台が抜け出したか。その後ろ5番手には岡田雅人がなんとか這い上がってきました。一時少し落ちましたが、ここで岡田雅人がポジション1つ上がってきた。そして吉井は広がその後ろ、坂井雄太郎のからか上がってこないか、木村隆二が上がってきましたね。木村隆二が今7番手、その後ろに酒井優太郎、伊藤志龍も後方からのスタートで今10番手まで上がってきている。そしてその後ろに仙台ユム、八木沼浩太、スワンハックと、千田龍久、人見翔馬、小林帰り、小畑奈央、そして、という形になっております。これでレースは残り6ラップ、先頭は千日向と鈴木俊哉のマッチバトルになりました。角ひなたと鈴木俊哉のこの2人が集団から抜け出しまして、3番手争いは沢龍之介と山下優のこの2人となっております。そしてその後ろから岡田雅人がなんとかそれに追いつこうとしているというそういう状況です。これが先頭の5台戻ってまいりまして、レースは残り5ラップ後半戦へと入ってまいります。先頭角ひなた、さあ角ひなたがトップを守っている、後ろは鈴木俊哉、さあ、そうですね、先頭の2台、そうですね、先頭の2台戻ってまいりまして、この2台は変わらず、さあ、残りは5ラップ、残りは5ラップとなりました。3番手争い、とうとう岡田雅人が追いついてきた。さあ、3番手争い、岡田雅人が加わって、3台ワンセットとなります。先頭の2台は変わらず、これは鈴木俊哉が、残り周回少ないところで仕掛けていくという展開になるんでしょうか。角ひなたが先頭、2番手鈴木俊哉、さあここで3番手入れ替わるか、3番手が入れ替わるか、山下優が動いていくがここは守っていく、沢龍之介、オーダー結果として変わらずです。さあ先頭2台は淡々と走っていく中で山下優が、寄せていったようにも見えますか、沢龍之介、これ大丈夫でしょうか。さあ沢龍之介が3番手を守っていく、そして山下優は下がってしまいまして、代わって上がってくれれば岡田雅人、
さあ3番手は沢龍之介。さあ先頭の乱れは変わらず、沢龍之介3番手、そしてその後ろ4番手には岡田正人、そして山下優と、こうなります。これでレースは残り3ラップです。残り3ラップ、先頭の2台、先頭の2台はもう完全マッチバトルということで、さあどこで鈴木俊哉が動いていくのか。さあ3番手がそして動くか。今6コーナー、沢龍之介が守っていく。岡田正人がここは中に入ることができない。さあここで岡田正人、モナコで飛び込んだ。どうか。3番手は変わってくる。岡田正人が3番手に上がってきました。その後ろ山下優、沢龍之介のこのオーダー、そしてじわじわ上がってきたのは坂井龍太郎です。さあ坂井龍太郎が上がってきた。あ、山下優が下がっていく。何があった。さあ山下優が後方に下がっていきました。変わって今3番手走っているのは岡田正人、その後ろが沢龍之介、そして坂井龍太郎というオーダーです。そしてその後ろには46号車吉井芳生も坂井龍太郎と一緒に上がってきた形。さあここで6コーナーで3番手が入れ替わる。再び沢龍之介が3番手、その後ろ岡田正人が、ああここでモナコ入ってきたのは龍太郎だ。龍太郎が上がってきた。龍太郎が岡田正人をかわしまして、さあ先頭の2台はファイナルラップ。鈴木俊哉はどこで動くのか。さあ鈴木俊哉はどこで動くのか。先頭の2台マッチバトル。鈴木俊哉はこのまま黙っているわけがない。さあ今3コーナー4コーナーで鈴木俊哉、これ前に出てますか。出ているように見える。隅日向が下がっているように見える。さあとうとう動いた鈴木俊哉。これで鈴木俊哉が先頭、隅が6コーナーどう出るか。隅はアウトに振る。鈴木俊哉はミドル。これはモナコ厳しい。隅日向、さあ鈴木俊哉のこのレースの顔を全く浸透上流を鈍っておりません。鈴木俊哉が戻ってまいりました。ヤマハ SS クラス AC トップ経過。どうかどうかどうか。これは隅日向、隅日向が最後何でしょう、加速をしてきました。隅日向がトップ結果という形になりまして、2番手は鈴木俊哉。鈴木俊哉どうしました。最後ちょっと失速してました。